はい、お疲れ様です。現在ね、京都の福知山、本日ここで荷物を積み上がりましてのスタートとなっております。で、現在いるのが福知山、そして向かうのが本日千葉県の流山市、本日こちらに向かいます。なので、現在時刻16時ですね、16時積み上がりということで、まあ、シャワーもしてきましたんで今から向かいます。そして向かうのが、新東名経由で行くか東名経由で行くか、ちょっとまだ、道的に決めてないんですけれども、まあ、通常通り新東名で、そこまで時間ないので、新東名経由で行きたいと思います。で、今日アングルね、後ろに置いてます。で、ちょっと音声が入らんかもしれないんでマイクにしてるんですけど、リモコンがマイクだと聞かないので、本日この、GoPro 用の、アプリで、やっているので音声がいっているかどうかちょっと分かりません。なのでもしいってなければね、上からかぶすような、形になっております。まあ、ちょっとやってみないと分かんないんで、音声もちゃんといけてるかどうかも分かりませんから、とりあえず本日はもうそのままテスト走行となっております。さあ、福知山のこれ9号線ですね、こちらの乗っかっていきます。よっしゃ、さあ合流入っていきます。で、インターから乗っかって通常通り行きます。まあ、こういったね、運転操作なかなか僕もしないんですけれども、まあ、久しぶりに運転操作やっていこうかなと思っております。はい、まもなく福知山インターになります。で、福知山インターから若狭戸を通常通り行きたいと思います。いやー、今日どこまで行けるかな。4時間でまあいいとこ行って岡崎ぐらいかなと思っております。なので本日は2回休憩ですね、する形となっております。で、まあ、基本的にこうやってね、なぜ走行してるかというと、基本的にトラックね、こう左側寄せぐらい、まあ、このガードレール沿いにこの白線ありますよね、まあ、これに近いところでこうやってね走っていきます。まあ、そういうのもね、ちょっとお見せしたかったのと、まあ、晴れてる時でないと、そして日中でないとね、なかなか GoPro をこうやって見せることできないので、まあ、ちょっとね今日はこういう感じで試しております。まあ、これもねずっとはできないんですよね、やっぱりその GoPro のバッテリーとか状況によってやっぱ違いますから、全てがこうやってうまく撮れるわけではないので、まあ、今後こういうのもね、活用しながら運転操作であったり、そういったとこも含めてね、ちょっといろいろやっていきたいなと思っております。よし、確認しっかり取りまして、料金所行きます。もう料金の時はねしっかりね減速していきましょう。はい、ではね、左側舞鶴方面、右が広島方面、大阪方面になります。で、このまま左側舞鶴若狭戸、まあ、約ねここからで1時間半ぐらいですかね、それぐらいで、敦賀になるとこまで行くので、そこまでね行きたいと思います。さあ合流、若狭戸は空いてますね、安定の、スキー具合ですね。ただ高速に関しては、まあ、そこまでね、そんなにこうお見せするとこはないのかな。どっちからっていうと一般道、下道移動の時とかは、まあ、割と、そういうことが多いので、まあ、今後そういうとこにね、活躍できて、でまたあの GoPro 前にもつけて、まあ、360度で撮りながら、まあ、後ろで操作、っていうのも今後ちょっと考えておりますので、まあ、あの本当ちょっとずつ変えていく形になると思います。そうしないとやっぱ編集等もね追いつかないので、まあ、今後そういった流れにちょっとスライドできたらなと。で、まあ、その分ちょっと編集がね、お時間かかったりとか、するかと思いますけど、やっぱりしっかりいいものをね、
今後は作っていきたいなと思っておりますので、気長にね、見てもらったらなと思っております。それでは本日一発目の430、どこまで行くか分かりませんけど、ちょっとずつ行きたいと思います。それでは行ってきます。はい、現在敦賀の手前まで来ました。約1時間半ぐらいですね。ここの景色もねめちゃくちゃいいんですよね。まあ夜景の方がね結構綺麗に見えるんですけど、意外と昼間でも結構見える感じですね。4月の17から小浜敦賀間が、通行止め入りますね。前が遅まったな。何や、そこに止まってたのか。まず与えていきましょう。よし、前の方本当ね、素晴らしい方ですね。はい、でね、旗を与えてくれるのありがたいんですよ。高ない人もいますからね、意外と。その辺はちょっとちゃんとしてほしいなと思うんですけども、下り込みね結構スピード出るんで、自分気をつけて。この辺で、ね、結構事故するとね、対面まで行ってしまうんで結構危ないんですよね。ここもね冬の時も景色いいし、この春秋と季節の時期になるとね本当綺麗なんですよね。でこっからね夕日がね逆に向くんですよ。この夕日がね、右後ろに、来るんで、今まではね左側だったんですけど、この右後ろにね変わっていきます。さあ、それでは合流していきます。ここからちょっとね通常の画面に戻します。もうバッテリーがなかったんで今ちょっとバッテリー変えました。はい、トネのパーキングで今バッテリー変えたんで、ここから通常通り行きます。さあ、上り坂やけどなんか止まってるな。ちょっと早めに出しましょうか。なんか止まってるね。あ、故障車かな。故障車やったら三角板、外国の方かな。うわー、なんかすごいな。三角板と発煙筒ね、しっかり焚きましょう。会えただけ分からないですからね、故障車なのか何なのか。しっかり発煙筒と、三角表示板、これないとね道路交通法違反になるんで、必ず守ってください。皆さんもね、トラックに積んでるかどうかしっかりね確認取ってもらった方がいいですね。これね、一応で点検の時に発煙筒に関しては1年に1回、車検の時に点検貼りますから、しっかりその辺も確認してもらった方がいいと思います。まあ、ああいったね、発煙筒を焚いてないとか本当ダメですから、しっかり、焚いてもらうようによろしくお願いします。はい、お疲れ様です。現在岡崎到着いたしました。ご飯はもうちょっと早めに、取ります。どうせもう一回休憩取らなあかんので、一旦ここでご飯したいと思います。そして、本日は今日はカレーですね、きのこカレーということで、用意しております。はい、ではご飯をねいただきたいと思います。久しぶりのカレー、ご飯は 0.55 にしております。ではきのこカレーを噛んだな、きのこカレーいただきます。うまいけどめちゃくちゃ熱い、熱っ。おいしい、ね、今日牛丼にしようかなと思ったんですけど、明日荷物が卸し済みプラマイなんですよ。なので明日牛丼にしようかなと思って、パッと食えるようにね。なので今日はカレーいただきたいと思います。やっぱカレーはもうパッて食えるからトラック飯が一番楽ですね。最高。この辛口っていうか中辛なんですけど、このキノコがまたねうまさ甘さじゃないですよ、うまさをね増します。辛さにうまさ、辛うまみたいな感じ。何を言ってるかわからないですけど、うまっ。でまたカメラをね後ろにつけてまた走行動画するんですけど、まあどっちがいいのかなと。夜間、まあ一回ちょっと夜間のその
運転する姿とか、まあ、その辺も含めて撮りながら、ちょっともしかしたら GoPro Max も合わせてね今から撮るかもしれない。ちょっと、まあ、試験的な感じなんで、ちょっと一回やってみたいなと思います。とりあえずご飯食べて30分しかないんで、また走りたいと思います。とりあえずね、パッと食べて片付けて、おトイレと済ましながら、出発したいと思います。次は多分ね足柄ぐらいかな、その辺ぐらいで目がけていきたいと思います。うん、おいしい。はい、おはようございます。荷物積み上がりました。はい、今日プラスマイナスで本日千葉から、出発しております。現在首都高6号三郷線、走っております。天気もいいですね。で、時刻が今11時半っていうことで、まあ、どのルート行ってももう渋滞を確定しているので、まあ、ただ綾瀬のとこも渋滞はしてますけど、まあ、町田のとこぐらいなんで、まあ、そんなにかなっていう感じですね。山手トンネル抜けていきたいと思います。それでは、まあ、混んでますけども安全運転で、マイペースで行きたいと思います。はい、ちょっとね今日はいろいろ手違いありまして、流山からスタート、今ちょっと甲府でおトイレ行っておりました。さあ、ほなちょっと出発します。出発します。で、今日はミキですね。今からミキ行きます。で、まあ、道中ちょっとね新東名がね、なんとね火災になってるんですよね。1キロ5分なんで、まあ大丈夫であればそのまま新東名の方が早いんで新東名行きます。まあ、どうかなっていうとこですね。久しぶりに北入ったからで、ね、あれもそんなに混んではいないですね。位置的には全然空いてるところの感じですね。で、今からミキ行くんで、とりあえず静岡くらいで1回4-3取って、まあ、休息取ってから行こうかな。どうせもう道も混んでるしね、シャワーもあるし、まあ、そこで1回、休息4時間取ってから12時アウトでミキ降りるような感じで調整していきたいと思います。まあ、4時間か5時間か分かりませんけど、そんな感じで行きたいと思います。いやー、今日は天気がいいな。いや、本当に天気がいいですね。まあ、車もそこまでね多くはないですね。割と少なめな感じで、まあ、いい感じでね、まあ、前の方入れた、ハザードありがとうございます。本当ね、すごいハザードされてくれはった、ありがとうございます。これ、ね、素晴らしいドライバーもいるよね。本当いいですね。いや、なかなかこうなんか前に入ってきはった人がこうハザード耐えてくれるの本当いいですね。ありがとうございます。いいドライバーだ、あの方はいいドライバーだ。現在ね出発しまして、駿河湾から出てきました。ちょっと頭痛くてもう昼からずっと寝てて、まあ、編集ちょっとしとったんですけど、もうそこからもう寝ちゃいましたね。結局動画が上がらずということで、まあ、もうそれは仕方ないかな、体調管理優先なんで。で、今現在時刻が19時15分に、出発したところです。さあ、今から、一回休憩を取らないといけないんで、以前は長島か、まあ、コーナーあたりぐらいで止まろうかなと思います。それ以外多分止めれないと思うので、まあ、長島あたり行こうかなと思っております。はい、お疲れ様です。現在、土山サービスエリアに本日来ておりますということで、やっとご飯ですね。お時刻がなんと10時半ということで、ご飯、炊き上がったので、お見せしたいと思います。めちゃくちゃうまそう。今日はね炊き込みご飯にしております。本日は、鶏の炊き込みご飯ってことで、めちゃくちゃうまそう。見て、やばいでしょ。めっちゃうまそうですね。ではちょっと混ぜてねご飯します。で、あとはねおかずにイワシのね、ちょっと光が当たるんで、ちょっと光を抑えましょうか。こんな感じでイワシの缶詰ですね、かば焼き、本日これお味噌汁欲しいですけど、もういっかとりあえずね、これでいきたいと思います。ではちょっとねご飯準備して、食べたいと思います。炊き込みご飯めっちゃうまそう。めっちゃうまそうやね。
うん、鶏のやつめちゃくちゃうまい、めっちゃうまいわ。いや幸せ、いいですね。この見てください、この香る、まあ、めちゃくちゃ熱いでしょ。めっちゃうまい。イワシいただきます。イワシだけに今からイワシやるで、ほんまに言わせるか。うん、ちょっと待ってや。うん、俺が言わされたいってね。イワシだけにね、かばやきうまっ、うん、僕の頭も活性化されております。うん、うまっ、うん、いやー合うわ、炊き込みご飯に魚が合う、うん、これであと味噌汁あったらもう完璧なんですけどね。いや美味しい、イワシですわ。もう僕はノックダウンされてますね。イワシのボディーブローからストレート、そして最後フックでね、来ております。はい、うまっ。2合炊いてるんで、明日ほんまねめちゃくちゃ時間なくて、朝9時からもう今1000ケース以上、1200、300ケースあるのかな、積んでるんで、朝まあ9時から下ろして、まあ2時間ぐらいかかると思うんで、でその後京都でまた積みなんですけど、その後群馬なんですよね。まあこれもまだ時間ないんで、もう明日もおにぎりで対応したいと思います。もう仕方ないんで、うん、とりあえず明日ハードなんで、まあ今ちょっと時間調整1時間ぐらいあるんで、今のうちにご飯準備したり、今できる間にね、もう寝る時間はもうさっきぐっすり寝てきたんで、この時間を使ってね編集しておきたいと思います。とりあえず雨降ってるんで、この後気をつけないといけないんですけど、まあ、とりあえずそんな状況になっております。ということで、とりあえず一旦ねご飯食べて、もう準備だけしといて、やりたいと思います。とりあえずこの後降ってるから、まあ事故等がなければいいんですけど、工事もやってるんで、まあ、どこまで渋滞するか分かりませんけど、とりあえず安全運転で行きたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。いいね、そしてコメント登録合わせてよろしくお願いいたします。おすすめ炊き込みご飯、これ誰でもできますから、やってみてください。うまいです。おいしい。